こんにちは、稲田に。今週は巨樹を訪ねて、飯島町本郷南幅の白樫を訪ねました。推定樹齢は500年余り。桃沢家の庭先で大きく枝を広げる高さおよそ12メートルの大木です。白樫はこの辺りの旧家桃沢家の庭先に立っています。この家は今からおよそ260年前、江戸時代に建てられました。樫の木は葉がたくさん落ちて管理が大変なことから切ってしまう例が多く、こうした大木になるのは珍しいそうです。桃沢家は稲谷の20世紀梨栽培の草分け的な存在です。江戸時代の歌人桃沢無宅を輩出したことでも知られる旧家です。この地方の、習慣として、うちの前で樫を植えて、裏へ花梨の木を植えるとか、あるいは梨の木を植えるっていう、そういう民族的な習慣が随分古くからあったらしいんですね。ここでヤマメって言うんですけどね、天山をその山へ行って自然にあるのを取ってこいと。で、取ってきたのをこの木へ這わせて、この樫の木の葉っぱを食わしてね、それで、自分で繭を取って、それで紡ぎをね、おばあさんが紡いだようですね。この木はずっと桃沢家の皆さんと共にあったんですね。長い間同じところでね、ご苦労様って言われるかしょうがないんじゃないですか。南幅の白樫、いつまでもお元気で、会えてよかった。ふるさとの声が聞こえていますか？こうは